はい、こんにちは。四日市無線樋口と申します。今日は、YouTube チャンネル登録のお客様が、100人突破ということでですね、嬉しい連絡がございました。8月からスタートしまして、ちょこっとずつですけども、皆さんに気に入っていただける動画チャンネルになりますよう、これからも頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ということで、早速なんですけども、ちょっと面白いオーディオアクセサリーを、手に入れることができましたので、皆さんにもご紹介したいなっていうことで、100人突破記念、っていうわけではないんですけども、ご紹介したいと思います。こちらです。テロスっていうですね、ブランドの、製品になります。何をするものかと申しますと、ちょっと早速開けてみましょう。よっ、はい、何やら怪しげな、装置がお見えしたんですが、こちらの製品はですね、テロスというブランドさんが出されているアクティブアース発生器という、製品です。まあアースっていうのはですね、まあ、オーディオ製品には、必要な、ものということで、皆さんご存知だと思うんですけども、最新の製品はですね、アースはボディアース、シャーシャースという形でですね、ほぼほぼ、製品の、内部で、処理できるような設計になっているものが多くてですね、実際オーディオ製品に、アースを接続するっていうことは、あまし今のところされていないと思います。というのもですね、そのアースを取ることで逆にアースループといいましてですね、ノイズの発生源となってしまうっていうことがございます。製品にアースを取り、それぞれの製品同士が RCA ケーブルであるとか、バランスケーブルということで接続されておりますと、その製品同士の、そのケーブル内でもアースが走りましてですね、まあ、ダブルで、アースが、ループすることによって、それ自体がノイズになってしまうっていう、まあ、非常にちょっとややこしい理屈なんですけども、現実ございます。なので、3品アースを取ったら何かいいはずなのに、何かオーディオにノイズが乗るなっていうご相談なんかも増えています。まあ、そういった時はですね、一般のご家庭ではもう今や、製品自体はもう製品に、内部処理できるようなアース対策構造が取られているものが多いもので、まあ、アースを一度、コンセントから外してみてくださいっていうような形でですね、ご紹介することも結構ございます。はい、でも、とは言ってもですね、アース本来はオーディオ機器に、必要とされるというか、きちんと取れればそれに越したことはないわけで、きちんと取るためにはそれこそ1メーター四方の、銅板をですね、地中の中にゾーンと埋めるような、ことをしないと本来のオーディオで必要なアースが取れないっていうようなことはよく言われているんですけども、そんな大それた大工事をするっていうことも非常に難しいので、ということで出てきたのがこの、アクティブアース発生器っていう製品です。まあちょっと理屈はいろいろあるんですが、この内部にですね CPU が入っていまして、この CPU を使って、アースの基準値となる、高精度な、まあ、電圧を計算して、生成する、まあ仕様になっている。ちょっとややこしい、いろいろうんちくがあるんですけど、まずは一回やってみましょう。はい、では取り外しまして、
ね。ちょっと置いてます。このアース発生器にはちょっと電源がいります。アクティブアース発生器ということで、電源仕様のものになってます。よっこらしょ。中の CPU が動作してですね、このようにちょっとチカチカと、パイロットランプが、点滅するような動作してますよっていうのが、目でも見えるようなスケルトン仕様になってますね。で、アースの一応接続口は2箇所、このアースケーブルでまずこのスピーカーターミナルみたいになったところに止めます。で、もう片一方をこういう製品の、まあ、ボディーアースに接続したりとか、まあ、RCA ターミナルに接続したりとかするわけなんですけども、まずはですね、なかなかこういうオーディオの聴感上っていうのは、分かりにくいところもありますので、目に見えるような形でですね、可視化できるようなチェックをしてみてから接続してみたいと思うんですが、まあ、こういうあのホームセンターでも売っているような簡易のテスターですね、だいたい 4,000〜5,000円で買えるタイプのテスターなんですけども、これをまあ、こういうオーディオ製品っていうのはですね、電源を入れますと電気が中で、活動しまして、ボディ全体がちょっと帯電するっていうですね、まあ、これのことをまあよく、シャーシー電位とかなんかいう言葉を使って、言われたりすることがあるんですが、そのシャーシー電位っていうのが、まあ、簡単なテスターで測定することができます。まあ、もちろんその、電位がボディから出ない方が、より高音質な音が、出るわけですね。まあ、アースにきちんとつながっていると、そのシャーシ電位も、下がるっていうところをですね、ちょっと今から実験してみたいと思います。まず、テスターで、交流のですね、測定値に合わせておいて、片一方を手で握って、もう片一方をボディに接続します。今このアクティブアース発生器には接続していない状況で、エソテリックさんの場合はアースの接続ターミナルがきちっと用意されてますので、ここにちょっと接続してみます。よっ、そうすると、まあ、数値が見えますでしょうか。7.0、7.412、ちょっとこのアースがつながっているところとこの数値のところと一緒にちょっと撮ってみていただいて見えますかね。はい、この時にですね、ボディに体が触れてしまいますと、電位値が数値が変わっちゃうので、ボディに体が触れないような状態にしていただいて、今 7.7879V ということですね。これがまあシャーシ電位の値になっています。はい、もちろんこの値っていうのは例えば、若い方で、非常にみずみずしい、肌で触ればですね、電気は余計通るわけですし、まあ、私のちょっとカサカサな感じで触ると、下がったりとかですね、まあ、まちまちなので、まあ、一つの参考値という形で、見てください。はい、では話します。じゃあ先ほどのだいたい7、8ぐらいの、ボルテージがかかった、シャーシ電位をこのアクティブアース発生器を接続しますと、よっ、
グイッと締め付けます。はい、接続しました。じゃあ同じようにして、シャーシ電位をもう一度測定してみます。よっ、ここですね。はい、わかりますか。ちょっとごめんなさい、ずれちゃいましたね。これがなかなか見えにくい。よ、はい、いきます。今これでちゃんと接続、端子がつきましたね。今の値で 1.03 1.03528、先ほど、いくつだったっけ、7点いくつだった数値が7点とか、まあ、後半ですね、8ぐらいだった数値が今 1.072 とか、まあ、2V までいかない数値まで下がっているっていうことがお分かりになりますでしょうか。はい、これはきちっと、シャーシ電位が、このアクティブアース発生器によって、下がっているっていうことが、言えるわけですね。はい、これによって音質がどのように変わるのか、じゃあちょっと今から実際音を出してテストしてみたいと思います。じゃあですね、ルーンでですね、先ほど、こういう企画なので、まあ、アースと検索したら、アースドラムスっていう曲がヒットされてきたので、この曲を一回選択してみましょうか。はい、よっと。では今、アクティブアース発生器がついた状態で音を出してみます。実験ですので、じゃあこのアース、発生器を取り外した状態で今度は鳴らしてみます。これで今外しました。一応閉めておきましょう。はい、では、ボリュームは先ほどと一緒の状態で再生します。
だったでしょうか。なかなか音質の違いっていうのは、動画チャンネルでは分かりにくいかも分からないんですけども、ここで私が聞いておりますと、非常に踏ん張る、力感みたいなものがですね、ぐっと伝わってきている方が、やっぱりアース電位が下がった方、このアクティブ、アースを、アクティブアークス発生器を取り付けた方がですね、非常にSN も上がった感じがいたしますし、中低域のその力強さみたいなものがですね、先ほどはしっかりと踏ん張った感じで、解像度もよく聞こえてきたかのように感じました。はい、テロス、非常に哲学的な、名前がついておりますけども、皆様なかなか、ご家庭の中でアースを弾くっていうことは非常に難しい、環境だと思いますが、こういう、オーディオアクセサリーも、ご活用されてみてはいかがでしょうか。はい、よっ。ということで、今日はですね、テロスアクティブアース発生器の、ちょっとご紹介を、ちょこっとさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。